松野さん、こんにちは。 YouTube をやっていると様々なことに気づくと思います。そしてなんか YouTube をやってるとね、なんか言ってみれば妙な時間の使い方をしなくなるのかなと私は思うんですよ。というのが、どんなことに時間を使おうとも YouTube ってものにその時間を振り向けることによって二重三重に取り戻すことができるからなんですよね。いや、その中での私ね、松潤さんの関わりの中で思い出迷子っていうコーナーを YouTube の中でたまにしてるんですよ。それは何かっていうと、自分が今いる街のね、古い商店街とか閉店したお店とかを回りながらそのお店を語るって感じですよね。これがね、何がいいかっていうと、もう閉店した店ってもう電気が止まらないわけじゃないですか。で、基本的にもうその商売が復活することはないですし、そこに空きテナントに何かが入るってことも考えられないんですよ。だけどもそうやって閉店したお店には歴史があり思い出があるんですよね。それを私なりに語ることによって、この NHK とかでね、なんか大規模な商売がなくなった時ってなんか特集とかね、たまにすると思うんですけども、とてもじゃないけど片田舎のね、小さな個人商店なんてやらないじゃないですか。それを YouTube でやるってところがね、なかなか面白いシリーズかなと思うんですよ。で、これを私のね、思い出迷子っていうコーナーを作ってね、で、数は少ないかもしれないけども、ああここ知ってる知ってるって行ったことあるよみたいな、こういった少数の人の心に入り込んでいこうかと思うんですよ。だから再生数はね、10あれば上等みたいなね、チャンネル登録1万以上あって再生数10を狙うというね、このニッチさなんですけども、でもYouTube をこれから始めようとする方、再生数があまり伸びなくって本当にやる気なくなっちゃう人もいると思うんですけども、大丈夫と、俺でも10狙いのコーナーがあるよと、いいんだよと、そこにたった10人でもものすごく濃く感動して、いや嬉しいよっていうメッセージを届けてくれる方がいればそれでいいんだということでね、私は昭和のいろんな高度成長期を支えてくれた、今はね役割を終えて静かに休もうとしている、そんなね戦艦大和みたいなお店を紹介しようかなと思っております。まあ戦艦大和みたいなって例えばよくわかんないですけどね、私の心の中ではまさにいろんな地域、いろんな人を支えて、そこで起きたね全てのことが激動だったなと、そして今はもうね役割を終えて静かに眠ろうとしている、そんな地方の個人商店や法人とかね、個人とかね、建物とか、そういったものすべて思い出迷子としてこれからも見つけるたんびに語っていこうかと思うんですね。ちなみに6月30日、私の町の自動車工場が長い幕を閉じました。いや、これもねすごく寂しいことです。町にある唯一の工場がなくなるっていうね、これからはディーラーにお願いすることになりそうですね。はい、では以上でございます。松潤さん、また動画お願いします。